どうも、坂本です。血圧上昇に気をつけなければいけない季節と聞いて、一番最初に思い浮かぶのが、冬と考える人がほとんどだと思います。確かに、冬は冬で気をつけなければいけないんですが、実は、冬よりも一番気をつけなければいけない季節っていうのは、秋なんですね。で、秋って聞いた時に、どう考えても冬の方がやばいやんってほとんどの人がこれも思うと思います。ですがほとんどの人が秋と聞いて冬の方がやばいやんって思ってしまうぐらいに冬はやばいっていうのは実は浸透しちゃってるんですね。つまり冬は危険っていうイメージが先行しているおかげで実際血圧に不安がある人とかっていうのは冬はかなり意識して気をつけたりするんですよ。そのおかげで血圧の問題っていうのが実は結構防げてる部分があるんですね。例えば今回のコロナ騒ぎとかもそうですけれどもみんな手洗いうがいとかむちゃくちゃ意識しまくってるじゃないですか。あれのおかげで他の季節性の感染症夏とか秋とか冬とかに出るような他の感染症の発症率っていうのがありえないぐらい減少してるんですね。つまりこのことからもちょっとした意識を持ってちょっとしたケアをやってあげるだけで症状が発症する確率って全然違うんですね。でここで秋なんですけれども実は秋に血圧のことを意識して自衛しようとする人ってほとんどいないんですよ。でこの秋の何が問題なのかっていうところなんですけれども秋って1年で一番温度差が開く季節なんですね。10度ぐらい差が開いちゃったりもするんですよ。例えばオムロンとかっていう健康メーカーが出したデータとかによると血圧が上昇する月っていうのは9月10月が一番大きいって言われてるんですね。ただこの検査自体も10年ぐらい前に行われたものなので今の感覚だとちょっと一月ぐらいずれるかなっていうイメージですね。つまり9月10月だったとしたら今の時代でいうところの10月11月ぐらいになるのかなっていうところですね。血圧が一番上がっちゃう時期っていうのが。でこの寒暖差ですね、これがでかいとなぜ血圧が上昇してしまうのかっていうところなんですけれども、まず血圧っていうのは血管がギュッて締まってしまうことで上がるんですね。で、血管が開くことによって血圧っていうのは下がっていくんですね。他にもいろいろ要因はあるんですけれども、今回はとりあえずこれを覚えてください。で、ここで秋のように急激な温度差、10度ぐらい差が出るような温度差、このぐらい変化するような温度差っていうのは人の体の自律神経の働きっていうのをすごく刺激してしまうんですよ。でこの自律神経っていうのが血管のこの働きですね、締めるとか広げるっていう働きも司っているんですね。この極端な温度差のせいで自律神経が刺激されてしまって常に自律神経が興奮状態になりやすいんですね。自律神経が興奮状態になってしまうと血管っていうのはギュッて締まってしまうんですよ。そうなるとその結果血圧っていうのが上昇しやすくなってしまうんですね。そしてもう一つが10度ぐらい差の出るこの寒さですね。秋は昼間結構暖かいから薄着のまま外出て行ってで出先で夕方になって寒くなるっていうことって結構あったりするんですね。でこの暖かいから寒いに変わってしかもこの温度差が10度ぐらい開いたりすると体の中で体温を外に逃がさないようにしないといけないっていう風に体は認識するんですね。ってなると熱を持っているのって血液なんですよ。その血液をできるだけ体外に出さないようにしようとして血管っていうのをギュッと締め付けて血液をそこに留めておこうとするんですね。この2つの要因っていうのが秋に一番血圧を上げてしまう原因になるんですよ。でここまで聞くと冬だって暖房つけてるところから外に出たりとかして温度差10度以上開くやんって思うと思うんですが、冒頭でもお伝えしたように冬っていうのは血圧云々を置いといて寒さから身を守ろうと自衛しようとするんですね。もともと寒いのを想定して出かけたりするわけですから、出かける前にかなり厚着したりカイロ貼ったりなんかして部屋の暖房と外の気温差っていうのはすごいですけれども、実は体の体内の温度差っていうのはそこまで変化しなかったりするんですよ。だから冬とかの場合だと無防備なお風呂とかですねとかトイレとかですね、服を脱ぐようなシーンで血圧がガーッと上昇してしまってやられてしまうっていうことが多くなるんですね。でも秋はそこまで想定して動かないのでどのシーンでもやられてしまうリスクっていうのが高くなってしまいます。でこれを回避していくためには単純なんですけれども、常に天気予報なので1日の温度差を確認する癖をつけること。長時間外に出るときは、昼間たとえ暖かかったとしても、寒くなったときのことを想定して薄着の服をですね、1枚持っていくようにする。そういった方法で対処してください。まずはこういった簡単な意識を持ちつつ、さらに家の中でも簡単にできる自律神経を整えて血圧を下げる方法っていうのを今から実践していきましょう。自律神経の働きを整えて血圧を下げるために、そこに対応したツボっていうのを押していきます。でまず一つ目なんですけれども、場所はですね喉仏があるんですけれども、喉仏の一番出てるとこですね、そこからこういうふうに指2本
喉仏のすぐ横に指を2本置いてください。で、この指を2本置いたこっちのこの指ですね、ここの場所です。ここをグッと押してください。押すときに息を吐きながらふーっと押していきましょう。で、場所が合ってるかどうかなんですけれども、ちょっとここ強くグッと押してもらうと奥の方で血管がドクドクなってるのがわかると思います。まああんまり首が太い人はわからないかもしれないですけれども、ちょっと軽く強めに押してみて奥で血管がドクドクなってるか確かめてください。で、ここ押してもらうんですけれども、まっすぐに押すっていうよりはこの首の方に向けてですね、ちょっと斜め前ですね、首の中心に向かってこういう風に押すようにしてください。まっすぐ押すんではなくてちょっと斜め前です。ここあんまり強く押すと首なんでうーってなって気持ち悪くなったり痛くなったりするので、軽く押すぐらいでいいですよ。で、押すときに息を吐きながら5秒押しましょう。で、こっちができたら反対も同じように喉仏の横に指2本ですね、置いてもらって、で、その外側の指ですね、そこでちょっとズブッと奥に指を突っ込んで奥で血管がドクドクなってるか確かめて見つけたら、そこからちょっと首の中心に向かってですね、息を吐きながらふーっと5秒間押してください。これを左右ですね、5秒を1セットとして5回やってください。で、次なんですけれども、この手ですね、手の甲なんですけれども、この人差し指と親指、ここにですね、ちょうど骨が交わるところがあるんですよ。ここをすっと下まで下がっていくと骨でぶつかるところがあると思います。この骨の際ですね、ちょうど V の形になってます。この骨の際ですね、ここをまっすぐ押してほしいんですよ。ここですね、ここを親指でこのようにぐっとまっすぐ押してください。別に手はこうやって下ろしてもらってても構わないですよ。これも呼吸を止めずに、ここは結構押しやすい場所とかなので、テレビとか見ながらですね、3分から5分ぐらいはですね押してください。で、こっちが押せたら反対も同じようにまずこういう手を作ってもらって、ここですね、骨がこう V になっているこの V の角のところですね、こういう風にスーッと指を真ん中を滑らしていったら、ここに骨があって指が止まる場所があります。そこです。そこを親指でグッとこういう風に押してください。これでこっちも3分から5分、両方押してください。これも呼吸を止めないようにリラックスして押してください。で、ここもそんなにグイグイ強く押さなくていいです。あと絶対にこういう風にグリグリしないようにしてくださいね。じわーっと押すようにしてください。で、次なんですけれども、次は肘ですね。この肘の外側、こっち側ですね、ここあるんですけれども、肘をこう曲げてください。曲げて自分の方で見たら肘の外側にシワができると思います。肘をこう曲げるとここにシワができるんですね。このシワの一番端の部分です。ここに親指をグッと当ててください。で、この状態で手は下ろしてもらって構わないですけれども、この状態でここも3分から5分押してください。で、こっちができたらこれも反対やってくださいね。こういう風に肘を曲げてシワができるところの一番シワの端の部分です。そこを親指で押してください。で、こっちも3分から5分押すようにしてください。これもさっきと一緒で、こういう風にグリグリ押さないようにしてくださいね。押したらその場所をずーっとじわーっと押しといてください。ここもそんなにグーッと思い切り強く押さなくていいです。はい。今回のことを頭に入れてもらって、秋は実は血圧を上昇させやすい危険な季節だっていうことを頭の片隅にでも入れておくだけでも、何かやらなければいけない、対処しなければいけないっていう意識が芽生えてくるので、それだけでもリスクヘッジになります。そして温度差がでかい場所に移動するときですね、例えば布団から朝起きるときとかですね、一気に温度差開きますよね。とか家から外に出るときですね、昼間とかならいいですけれども、夕方夜とかになると家の中と外って結構温度差開きますよね。そういった温度差が急激に変わるような場所に出るとき、これは秋に関わらず冬でも使えるんですけれども、その移動する直前にですね、例えば朝起きたときであれば、布団で目が覚めたときにすぐ布団から出るのではなくて、一回布団の中で大きく深呼吸してほしいんですね。思いっきり鼻から吸って口から息をふーっと吐くようにしてほしいんですよ。これをやるだけで、家の外に出るときとかでも玄関のところで一回深呼吸をしてから外に出るとかですね、まあ車とかもそうですよね、暖房効いた車から出るときにも深呼吸をしてから出る、お風呂、トイレとかもそうですね。この深呼吸をするっていうのは自律神経の働きを整える効果もあるので、温度差でいきなり自律神経が刺激を受ける、このダメージをわずかですけれどもこれで減らすことができます。で、わずかとはいえこれも1日の中でちょこちょこ入れれば積もり積もってでかくなってくるので、長い目で見れば
かなり効果的な方法です。さらにこの方法っていうのはただ1回深呼吸するだけなので簡単にできるので、ぜひ日常の中でこれから取り入れていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。